皆さんこんにちは。ヘアスタイルズコンサルティングの井上です。第2回新型コロナウイルス感染症対策の学習を始めていきます。前回は施設にウイルスを持ち込まない工夫、持ち込みに気づく工夫をお伝えしました。今回はこのような内容でお伝えいたします。対策3、集団感染のリスクを排除する。対策3として集団感染のリスクを排除することが大切です。ベースの考え方は飛沫感染、接触感染予防に取り組むべく、まさに施設内でも3密を避ける運営の工夫が必要です。入居者の日常の工夫、入居者同士の距離を保つ工夫です。日頃過ごされているリビングはテーブルを囲っての4人席、5人席が多いのではありませんか？おそらくスペースに限りがあるからだと思います。それを承知の上であえて今までのオペレーションの変更を提案いたします。まさに日頃の私たちの日常でも常識や習慣が大きく変わろうとしているのと同じです。老人ホーム内であっても例外ではありません。やらなければいけないのです。ある施設では食事の際、デイルームではテレビに向かってレクチャー方式で座ってもらうようにアレンジされていました。要するに向かい合わせにならない工夫です。人数がいっぱいでテーブルの数が足りない場合、会議室にある折りたたみデスクを活用するのも一つです。特に食事の環境は重要ですが、場所に限りがあるなら早く食べてもらった方から居室に戻ってもらい、次の人を誘導する。窓に向かって長デスクを並べて分散座りをしてもらうなどです。距離が保てない場合は対面になることを避けるだけでも違います。それも難しいなら、市中でなされている透明なカーテンをぶら下げたり、アクリル板を設置するなどの工夫もヒントになるかと思います。とにかく飛沫が周囲の人に届かない工夫をしてください。今まで通りではダメだということです。時間を作る、距離を保つ、空間を仕切る、考えうる、あらゆる対策を工夫しましょう。また基本入居者の皆さんにも居室以外ではマスク着用をお願いします。認知症などですぐに外してしまわれる方以外はご協力を願いましょう。これは後半で述べる感染者が発生した際、お互いマスクをしているしていないのでは二次感染のリスクが違ってくること、濃厚接触者に該当した職員の就業制限範囲も違ってくる可能性があるからです。ちなみに自立に近い入居者同士がレストラン等で食事される老人ホームにおいては、あらかじめ椅子の数を減らし、椅子の配置も決めておき、自然に人数制限されるよう工夫されています。そして食事中のお話はお控えいただき、食後マスクをしてから少し語らってもらうなどの協力を呼びかけています。また言うまでもなく、接触感染にはアルコールや次亜塩素酸系によるこまめな清掃と消毒、入居者や職員の手洗いが重要です。ある施設では適宜放送しながらその時間一斉に取り込まれるところもあります。1回に数分でいいので回数が多いといいですね。次に職員の日常の工夫です。気をつけるべき主な場所は昼食を含めた休憩室、更衣室の過ごし方です。食事中は距離を保つ、せめて対面で食事せず並列で座るなどの工夫です。同じく食事中は話さないことをマナーとし、談笑はマスクをしてからにしましょう。食後はお菓子を食べてくつろぎたいですよね。ただ大袋のお菓子を囲って皆さんが手を伸ばして取れる距離はとても危険です。
適切な距離を保って個包装のお菓子などで工夫してください。マスクを外して長時間滞在する休憩室は濃厚接触になりやすく、リスクを避けるために休憩室を分散しているところもあります。場所がない場合、会議室や居室の空き部屋などを一時開放するなど、環境に意識を向けるのも組織の役割です。更衣室も盲点になりがちです。ロッカーの距離だけ人と近づくことになります。談笑は控えて速やかに着替えて退室、情報交換は更衣室の外で行いましょう。そして職員の皆さんはご自分たちの場所である休憩室、更衣室の清掃、消毒をしっかり行ってください。管理者が注目すべきは、ユニットごとに職員が分かれていても休憩室、更衣室、喫煙場所などでの横のつながりができてしまうということです。物理的に全てを分けることができないため、最大限の取り組みで被害を最小限に抑えましょう。対策4、フレイル予防を忘れずに。対策4としてもう一つ大切なことはフレイル予防です。コロナウイルス感染症対策に気が取られてしまい、フレイル予防をおろそかにしないということです。施設内での密接するようなイベントは避けるにしても、換気や入居者同士の距離を保ったプログラム、屋外での散歩などは定期的に進めていきましょう。廊下の距離を活用したプログラムなど工夫のしどころです。自立者の多い老人ホームでは定時で放送で呼びかけ、体操を実施、廊下、居室、リビングなどと様々な場所で分散して実施されています。高齢者施設においては外せないポイントです。これで現場の運営を見直すグランドデザイン周辺を終わります。お疲れ様でした。